理算最適化基礎論の第6回目の授業になります。前回までですね、グラフの最大マッチングの話をしていて、アルゴリズムをやっていたんですけども、今日はですね、今日というか、ここからはちょっと毛色の違う話になっていきますけども、今までの話を使わないわけではないんですね。で、どういうことになるのかということは、順番に説明していきます。で、重要なのはですね、まず、来週は、調布祭片付けのため休みになりますので、ご注意ください。来ていただいても抗議しませんので、よろしくお願いします。はい。でですね。この講義を対象とする問題っていうのは4つあるっていうのを、初めてか初回に話したんですけども、この中でですね、この左側の2つの問題ですね。これもうすでにやりました。はじめに、この2部グラフの最大マッチングのことをやりまして、それをもとにして、1般グラフの最大マッチングの話も前回やったということになります。で、今日からの話はこの右側の方ですね。その最小費用完全マッチング問題の話ですね。つまりその変に費用っていうのはついていて、その中で一番費用の小さい完全マッチングを見つけるという問題になります。で、最終的にはこの一般グラフの最小費用完全マッチング問題っていうのをやっていくんですけども、順番としてはこの二部グラフの最小費用完全マッチング問題の話からやっていきます。で、重要なポイントは何かというと、この費用がある問題を解くためには、いろんな手法が組み合わせ最適化、離散最適化ではあるんですけども、この下にある重要な考え方ですね。費用のない問題のアルゴリズムに線形計画法を組み合わせることによって、費用のある問題のアルゴリズムができるっていう一連の流れがあります。これ重要な流れで、この流れに沿って多くのアルゴリズムが作られています。で、ここで言う費用なしに問題のアルゴリズムって言ってるのは、この上の図で言う左側なわけです。費用がない問題。で、この費用のない時の問題の解法、アルゴリズムに線形計画法を組み合わせることで、右側の問題が解けるようになるという、こういう仕組みになっているんですね。で、これを説明しようとするのが、この講義の後半というか、今日から始まる部分の話になるわけです。で、そうすると、この線形計画法っていうのは何なのかとか、これをどのように使うのかってことが分かってないと、今後の話できないわけです。で、今日はこの線形計画法っていうのが何なのかっていうことを、知ってる人にとっては復習。で、知らない人にとっては、そのエッセンスとなる、このアルゴリズムを作る上で必要になってくる部分だけをご紹介するという形になっていきます。で、それをその今、今日を含めて、2、3回でやっていくということになります。で、今日は、その線形計画法における重要概念っていうのがあるので、それを見ていきましょう。特に重要なのは、二つ定理があって、相対定理と呼ばれているものと、相補性定理と呼ばれているものです。これは重要です。線形計画法を勉強したときには、この二つをちゃんと、身につけてほしいと思われるものが、ここに並んでいるということですね。他にもあるんですけども、線形計画法において重要なポイントというのは、この二つを見ていきます。はい。よろしいでしょうか。それで、まずその線形計画法という研究分野というか、その手法が対象とする問題をご紹介します。これ線形計画問題です。で、こういう問題であるという、まず、イメージを持ってほしいので、例ですね。例を挙げてます。ここに書いてあるのが線形計画問題の例です。で、何かというと、今ここにはですね、3つ変数があって、x1、x2、x3 です。それらは実数値を取るとしてください。実数値を取る。で、これどう読むかというと、まずですね、ここに minimize x3 と x3 っていうのがあります。で、これは x3 という変数の値を小さくしなさい。最小化しなさい。だからこれ minimize かっていうのは、これは命令形なわけです。minimize。最小化しなさい。ですね。x3 を最小化しなさい。で、サブジェクト2の後に書いてあるのは、その x3、あるいはその x1、x2 っていう変数が、どういう条件を出してないといけないのかってことを書いてます。で、これ、後で、用語出てくるんですけども、こういうのを制約と言ってます。いいですか？で、その制約っていうのは、例えば、順に上げていくと、x1 プラス x2 プラス x3 は3でなくちゃいけません。
とか、2x1 プラス x3 は2じゃないといけませんとか、3つの変数はどれも0以上じゃないといけませんという、まあ、こういうものですね。で、これが線形計画問題の例です。で、これはですね、x1、x2、x3 っていう3つ変数がありますから、これ3次元空間において、これがですね、まあ、どういうような状況を表しているのかということを描くことができます。これでそれを描いてみます。というのは次のページにあります。こうですね。図を描いてみると。何かというと、この右下の図っていうのは、この状況を表していて、右に x1 軸、手前に x2 軸、上に x3 軸っていうのがあると思うんですね。で、そこにどういうことが入るかっていうと、まずこの三角形ですね。この三角形何かっていうと、これは x1 プラス x2 プラス x3 イコール3という式が表す平面です。で、その平面をこの、まあ、第一象限の切られる部分で切ったのがこの三角形ですね。なります。で、ここにその四角形があるんですけど、もうこれ四角形として書いてしまったのがいいかどうかというのは別にして、四角形があるんですよ。これは何かっていうと、2x1 プラス x3 イコール2っていう、これは、平面ですね。平面です。本来は、ここに今、四角形の端がありますけど、本来この端はなくって、この手前にずっと続いてるんですね。この平面っていうのは。続いてるんですけども、まあ、ちょっと切っちゃいました。はい。で、その交わってる部分、この、あ、で、その交わってる部分が、この二つの平面が交わると直線ができる場合があるんですけども、この場合直線ができて、直線ですね。だからこの直線っていうのは、この二つの式、x1 プラス x2 プラス xn イコール3と 2x1 プラス xn イコール2っていうのを両方とも満たす点の集まりになるわけです。で、その点の集まりのうち、この全ての変数が0以上であるっていう部分がこの線分になるわけです。この第一象限に収まっている部分ですね。この線分になるわけです。だから、この5つの式を満たす点の集まりというのは、この3次元空間において、この黄色い線ですね。まあ、黄色見えるかどうかはちょっとわかんないですけども、この黄色い色で表されているこの線分が、この5つの式を満たす点の集まりになります。だからこの黄色の中で、いい点を見つけなさいっていうのが、この最適化問題、線形計画問題のやりたいことになるわけです。で、やりたいのは、X3 をミニマイズしなさいっていうんですね。で、それに対応するのが、この赤で書かれているベクトルです。何かというと、これは001という、方向を表していて、この矢印の方向に行けば行くほど、これは、これ行けば行くほど、X3 の値は、が、大きくなりますね。で、下に行けば行くほど小さくなると。こういう形になっています。ですか？まあ、そのように、この赤いのは書いてたんですね。で、そうすると、今、最小化したいんだから、この矢印に沿って、矢印に沿って上に行くんじゃなくて、下の方ですね。できるだけこう下の方に行くような点を、この黄色の中から見つけなさい。っていうのが、ここに書かれていることです。で、そうすると、何が欲しいかというと、この場合は、一番下の点ですね。ここが欲しいということになります。この点、これが最適解と呼ばれるものになります。何かというと、この一番下のこの青い点ですね。この青い点がこの x1 イコール1、x2 イコール2、x3 イコール0という点になって、これがこの問題の最適解と呼ばれるものになります。で、その時に、この x3 というものを取る値のことを最適値と言います。この点のことを最適解と呼んで、その時に取るこの関数の値のことを最適値と言います。この0になります。x3 0ですからね。この最適値0になります。こういう、まず、イメージを持っていただきたいんですけども、ここまでの例、何か分かんないところありますか？いいですか？で、まあ、このように書かれる問題が線形計画問題です。というのを、まあ、次に、今から一般論をやっていきますけど、まず一般論の前に、用語ですね。用語をやります。で、まあ、こういうものがあったら、今の例ですね。があったら、それぞれの部分に名前がついていて、まずこれですね。最小化したいもの、関数のことを目的関数と言います。目的化したい関数ですね。目的関数と言います。分野によっては評価関数とかっていうふうに言うことが、
評価関数とか、言ったりすることもあるかもしれませんけども、まあ、評価といった場合は大きくした方が望ましいっていうこともあるかもしれませんが、その場合、その最小化したいのかどうかってことは、ちょっと、定かではありませんけども、まあ、目的関数という言葉の代わりに評価関数という言い方をする場合が、分野によってはあります。で、ここに書いてあるその式ですね。この満たさなくてはいけない式のことを制約式とか制約って言ったりします。これもですね、だから、この式のことを制約式って言いますけども、まあ、これをその満たさなくてはいけない条件だと思うときには制約条件と呼ぶこともあるかもしれません。制約条件ですね。制約条件と呼ぶこともあるかもしれませんし、ですね、制御とか、あと物理とかですね、そういうところではこういうのは拘束条件と呼ぶことが多いと思いますけども、まあ、それは同じものを指していると思ってください。この満たさなくてはいけない条件です。で、この、まあ、その制約条件とか制約式を満たす変数の値の割り当て方をすべて集めた集合、すいません、値の割り当てのことを許容解と言います。許容解。許容解と言わずに、実行可能解というふうに、ということもあります。これは同じ意味だと思ってください。日本語としては。日本語としては。このフィージブルソリューションっていう英語を、まあ、訳したのが許容解、あるいは実行可能解であると思ってください。だから実行可能とは何なのかとか、許容とは何なのかとか、あんまりこう考えずに、まあ、そういう議論も重要なんですかね。そういうことはここで考えずに、この制約式を満たす変数の値のことを、許容解といって、それを全部集めてきた集合のことを許容領域とか実行可能領域というふうに言うことがあります。この講義では許容解とか許容領域というふうに言うことにします。ここまでこれ用語ですけども、いいですか？ではですね、線形計画問題というのを一般的に書くとこんな感じになります。で、ここではベクトルと行列を使った記法を使ってます。でですね、何かというと、まあ、こういうふうにこう式があるんですけども、この中でこの X が変数です。X が変数です。まあ、変数ならここですね。変数 X っていうのがこの各部分に現れているということですね。で、ABC はそのデータとして与えられる定数です。だからその ABC はもう初めから定まっているもので、その中で X を決めたいっていうのがこの問題です。で、どう読むのかっていうと、先ほどと同じようにですね、この C 点値 X っていうものを最小化したいと。で、その時の、制約式がここに書いてあるものです。AX イコール B っていう、これは、いわゆる連立方程式ですね。等式をたくさん集めてきたもの。だから、等式系というかもしれません。で、下の方はこれは X が0以上って書いてあって、これは成分ごとに0以上だと思ってください。だから先ほどの例では、ですね。X ってのはこのベクトルで、X1、X2、X3 なわけですね。そうか、ちゃんと言わなきゃいけないのは何かっていうと、まず X は、この、R の N 乗ですね。だから N 次元ベクトルなんですね。X は、これは、だから N 次元ベクトルですね。なわけです。ですか。で、A っていうのは M かける N の行列。B は M 次元ベクトル、C は N 次元ベクトルですね。こういう形になっています。で、先ほどの例は、m が2で n が3ですね。さっきどういう感じだったかっていうと、書いちゃうと、ミニマイズ、x3、サブジェクト、という、x1 プラス x2 プラス x3 イコール3だったかな。で、2x1 プラス x3 イコール2だったかな。まあ、こんな感じだったと思うんですけど。で、X1 と X2 と X3 が全部0以上。こういう形ですね。確か。そうですね。で、そうすると、これ3つ変数がありますから、N が3だと。あ、N が3ですね。で、N は何かっていうと、ここですね。この、等式がいくつあるかってことを表しているのが M です。で、この場合、等式2つありますから、M2 という形になるわけですね。で、X は変数のベクトルで、この前 X1、X2、X3 となると思います。
で、例えば、このシーケンチェックスってところを見ると、これは X に C という、ベクトルを左からかけて作ってるわけです。で、それが X3 となるためには、この C は0001ということですないといけないです。これは、初めの A で見せた縦向きのベクトルそのものです。わかりやすいですね。そのものになってます。で、A と B は、このように設定すると、ちょうどこうなりますよね。あ、ちょっとこれはちゃんと書いてみると、こんな風にやってて終わるかな。だんだん不安になってくるよね。この部分を、その行列を使って書いてみると、どうなるかっていうと、111201の x1、x2、x3 イコール32ですね。こうなりますね。いいですか？これその行列を使って書いてあっただけですね。で、そうすると、ここの係数行列というんですかね。111201がこの A になっているというわけです。よろしいでしょうか？いいですか？だからその一般的にはこの線形計画問題っていうのはこんな形が書けると思ってください。でしょうか？それでですね、これ先ほどの例ですね。こう書いてみたところですね。いいですね。このように、このベクトル同士を、この不等号で比べるっていうのは、先ほど言ったほど、さっき言った通り、成分ごとに比べてるのと同じだったんですね。まあ、こういう記法を使っていますから、気をつけてください。で、この式をすべて満たす x1、x2、x3 の集合というのは許容領域です。ということになりますね。これはその言葉の使い方です。いいですか？で、今ですね、このまあミニマイズとか、こう書いてるんですけども、まあ、場合によっては最大化したいかもしれません。最小化したいんですね。で、まあ、そういうのも実はその線形計画問題と呼びます。だからいろんな線形計画問題の書き方はあって、例えば今これマキシマイズ書いてある、これ最大化しなさい。書いてるんですけども、だからそれはその、まあ、最大化するのか最小化するのかってことは、まあ、どちらでも良いという形になります。ただし、その時に、この最小化したり最大化する関数の形は必ず線形関数であると言われます。線形関数っていうのは、まあ、ここではその x っていう変数ベクトルがあったら、それになんか定数ベクトルとの内積を取ったもの、って形をしているものでないといけない。だから何が言いたいかというと、例えば許されない、線形計画問題で、線形計画問題で許されない目的関数は、例えばどういうのがあるかっていうと、例えば x1 の2乗とかね。これ、その線形ではないから、これダメと。とか、例えば e の x1 乗とか、これもダメですね。これダメです。これ注意してください。はい。で、一方ですね、制約は、まあ、ここで書いてるんですけど、これもその線形の等式か、線形の等号付き不等式だったら大丈夫です。だから許されないのは、それにないものですね。例えば、いや、許されない制約。例えば何があるかっていうと、例えば、X1、あ、これ。X1 の2乗プラス X2 の2乗が、9以下とか、これダメですね。これ、この式、これ、これ、あ、この式、これ、線形じゃないですから。線形ってのは一次式ですね。一次式じゃないですか。これダメだ。ですね。の例です。例書いてます。これ、いる例じゃなくて、これ例です。読めないかもしれない。です。はい。とか、まあ、こういうような感じですね。まあ、いろいろありますけども。はい。それで、まあ、だから、まあ、いろんな表現の仕方が、あるんですけども、その中でも先ほどの形ですね。最小化をする。最小化をする。線形関数最小化する中でも、すべての変数が0以上である。あ、そう、という条件がついている。
で、なおかつ、他の条件は全部この線形方程式、等式になっているような書き方で書かれた線形計画問題のことを標準形の線形計画問題と呼びます。呼ぶことにします。でですね、ここからちょっとあんまり私は言いたくないので言いますけども、すべての線形計画問題はこの標準形の線形計画問題として書けます。で、このですね、書けますという日本語はですね、非常に曖昧な言い方であって、まあ、日本語としては言えてるんですけども、何をもって書けてるというのかっていうのは、ちょっと、いろいろとですね、注意がいるんですね。もう注意がいるんですけども、いろんな教科書には、すべての線形計画問題は標準形で書けるとかって書いてあって、そのですね、意味のわかんない日本語が、今、バッコしてる状況なんですね。だからあんまり先ほどのように書けるっていう言い方は言いたくなかったんだけども、まあ今言っちゃいました。だからまあそういうふうに言われてるってことはちょっと認めてもらって、それが何を意味するのかってことは、ここではあんまり言わないことにします。だからまあこういう形の線形計画問題を考えることで、一般性はあんまり失わないんですね。あんまりですね。どれぐらいあんまりなのかってことは、これ文脈に依存するんですけども、あんまり依存しません。で、もう一個重要なことがあって、実はですね、論文や教科書によっては別のものを標準形と呼ぶことがあります。で、その全ての、先ほどその挙げたですね、この別の表現とかですね、これであれば良いと言ってるものを全て包含するような線形計画問題に、という問題の集まりに対して、この形だけ考えればいいですよっていうふうな、形で言ってるのが、この標準形であるということに実はなるんですけども、本や論文によっては、何を標準形と呼ぶのかってことに、割と偏りがあります。偏り、バリエーションがあります。偏りじゃなくて何ですかね。違いがあります。で、まあ、この教科書じゃなくて、この講義では、この形ですね。この形を標準形と呼ぶことにしますけども、別の本や別の教科書、別の論文、あるいは別のウェブサイトなどでは、違うものを標準形と呼ぶことがあるので、それは注意してください。で、何を標準形だと思うのかによって、割と、この線形計画問題の理論が変わってきたりする場合があります。あります。ので、ちょっと、これは、注意というか、これは割と大注意なんですけども、だから本によって書かれていることが異なるように見えることが一瞬あるんですね。で、一瞬あるんですけど、実は正しい ってこともあるんですよ。で、それは多くの場合何を標準形だと思うのかってことに依存してます。ので、だからなんかですね、その論文とか本とかをパラパラ見て、そのですね、取り出して、なんか線形計画問題には何々が成り立つとかっていうことが、なんか定理とかで書いてある場合があるんですけども、それがどういう線形計画問題とか、どういう標準形を考えて言ってるものなのかってことは、割と注意をする必要があります。ので、これは、どちらかというと、線形計画問題とか最適化を専門にしてない人向けのコメントです。だからそういう人は、その教科書とか論文とかを見て、なんか書いてあるなというふうに思っても、それを鵜呑みにせずに、ちゃんとその時に使われている定義が何なのかとかってことまで戻って、そういうものを確認する必要があります。で、それは数学を使う場合にはいつでもそうです。その定義が何なのかとか、そのどういう条件のもとでその定理が述べられているのかってことをちゃんと確認するっていう癖はつけてください。そうでないと簡単に皆さんは間違えることができます。で、その点は注意をしてください。なので、もう一度言うと、この講義だけの話で言うと、ここに書かれているものが標準形です。何かというと、線形関数を最小化するってことですね。あと、すべての変数に0以上ってあるという制約と、今、非負制約ということがありますけれども、すべての変数に対して0以上、非負であるという制約がついている。で、その他の制約は、ここに書いてあるのは等式です。だから、この上のことをこれ等式制約と書くことがありますけれども、この制約は全部等式であるという形の線形計画問題を標準形と呼ぶことにします。ちょっと変なコメントをしてしまったので混乱したかもしれませんけども、まあ、それはじゃ無視すると、これを標準形と言います。はい。ですかね。で、この標準形の線形計画問題について今からどういう理論があるのかということの話をしていきます。でですね、もう少し用語があるんですけども、先ほど言ってた、この最適解、最適ですね。これは、ちゃんと定義します。で、
何かというと、許容解が最適解であるとは、許容解っていうのはここに書かれているこの条件を満たす X のことですね。それを許容解と言いますが、その許容解、その前に、この問題のことを今後 P と呼んでいきます。で、それの許容解 X スターが、この問題 P の最適解であるとは、何かというと、任意の許容解 X に対して、目的関数の値ですね。この C 点値 X。これを比べたら、C 点値 X スターが C 点値 X 以上に必ずなります。というのが、この最適解の定義です。この X スターが最適解です。で、その時の、この目的関数値ですね。C 点値 X スターのことを最適値と呼びます。値ですね。これ1個の値です。いいですか？解はベクトルです。解はベクトルです。で、値っていうのは1個の実数です。いいですか？だから、最適解と最適値というのは明確に異なる概念です。これはよく混同されます。よく混同されて、そういう混同を見るにつれて、つけて私は、悲しい気持ちになりますので、この、使い分けは、十分に注意をしてください。最適解と最適値というのは、明確に異なる概念です。よろしいでしょうか。ここまでで一応線形計画問題が何なのかということと、用語の定義をしてきたんですけども、よろしいでしょうか。ですか。で、ちょっと、じゃあここで休憩しましょう。キリがいいので。で、ここで休憩をして、この後その重要な定義である相対性と、相互性の話をしていきます。じゃあ2分休憩をします。はい、じゃあ休憩します。はい。それでは、再開します。よろしいでしょうか？今までのところ、なんか質問ありますか？いいですか？じゃあ、ちなみに、じゃあ、ちょっとアンケートというか、じゃあ、言いますね。線形計画法とか線形計画問題を、全く知らないっていう人、ちょっと、なんだろうな。コメントスクリーンの中、涙を流すジェスチャーで教えてもらえませんか？全く聞いたことがないとか、全く勉強したことがないという人、いらっしゃらない。じゃあ、勉強したことがあるっていう人は、サムアップかなんかで教えてもらえますか？勉強したことがないっていう人の反応の方が多いので、じゃあいいですね。ありがとうございます。じゃあ、勉強したことがない人にとっては、ちょっと早いかもしれませんけども、この授業は。いつもこの授業早いので、今日特別早いからといって、あんまり気にすることは私はないんですけども、一応その、今日の授業
の範囲ぐらい、今日の授業でやることぐらいしか、選挙計画法は今後使わないので、だから本来、選挙計画法とか、最適化とかそういう授業を取るとですね、5、6回の授業とか、あるいはその7回ぐらい、選挙計画法に対して話があると思うんですけども、だいたい今日1回分ぐらいの内容にそのエッセンス集まっていると思っていただいてよくって、その部分だけ理解してもらえれば、今後の話も終えるように作ってますので、その点は気にしないでください。で、聞いたことがあるという人にとっては、復習になるということになります。はい。で、その中で、この相対問題とか相対性っていうのが割と難しい話なんですね。で、本来はですね、ここら辺割と丁寧にやって、この相対問題とか相対性っていうのは何で考えるのかとか、証明とかをするっていうのは割と重要なポイントなんですけども、そこら辺は割と直感とかですね、そういうのを割とすっ飛ばして、式だけでやってきます。そういう意味では、今まであんまり、最適化とか選挙計画とかっていうものを聞いたことがない人にとっては、なんでこんなものを考えるんだというふうに割とつまずきやすいのがこの相対なんですね。だから、そういう意味では、ちょっと天下り的にはなるんですけども、でもそういうものを考えるんだっていうことだけは一応重要になると思ってください。何かというと、先ほどのこの標準形の線形計画問題ですね。これ今 P と書いてますけども、それ今ここに書いてます。で、これに対応するある別の問題があります。ここありますね。で、これがその P に対して、その P の相対問題と呼ばれる問題なんです。これ相対ですね。そもそもこの日本語が読めないことがあるんですけども、相対。相対ですね。相対問題です。相対問題。対になる問題ですね。英語ではこれデュアルって言うんですけども。デュアル。デュアルプロブレムとかですね。言ったりしますけども。で、何かというと、そもそもですね、変数が違います。もともとはですね、この N 個の、N 次元ベクトルを変数としてたんですけども、相対問題では M 次元ベクトルを変数とします。M っていうのは何だったかっていうと、この AX イコール B に現れている等式の数でした。A という行列の行の数ですね。で、そのような変数を使って、ここにあるような問題があります。何かというと、B 点値 Y ですね。B は元々の問題の右辺に現れていた時ですね。制約の、等式制約の右辺に現れていた時。で、B 点値 Y を考えます。で、条件なんかっていうと、A 点値 Y が C 以下であるという条件です。この、不等号は成分ごとに、取ってる不等式ですね。だから何かっていうと、A 点値 Y ですね。Y は M 次元で、A 点値は N かける点ですから、ここに書かれているベクトルは、これ N 次元ベクトルです。だから、この一つの不等式は、N 個の不等式が、隠れているというか、この N 個の不等式を一つに表現して、この記法が使われているというふうに思ってください。ですか？で、これは最大化です。最大化。もともとの問題は最小化なんだけども、その対になる問題は最大化になります。そうすると、ここに書かれているのは、ある線形関数を最大化するんだけども、その時の条件が線形不等式になっています。だからこれは、線形計画問題です。標準形ではないけども、線形計画問題ではあるというものになっています。いいですか？で、これは、先ほど言った通り、こういうものだと思ってください。なんでこれを考えるのかっていう話は、ちょっとここでは飛ばすってことですね。だから、詳しいことを知りたかったら、その最適化の本とか教科書を見ていただくか、数理企画法のような授業を取ってもらうか、どちらかになります。ので、これは、こういうものを考えるんだってことを、ちょっと天下り的に、ここでは捉えていきます。でしょうか。で、これはその、ですね、よく、言われるんですけども、これ覚えなくていいです。こういう線形計画問題があったら、これは相対問題であるっていうふうに覚えようとしても、覚えられませんから、覚えないで、ください。で、また、ポイントとしてちゃんと言っておくのは、これが、この P の相対問題になるのは、この P が標準形である場合だけです。この標準形である場合だけです。だから、その別の形の線形計画問題を持ってくると、この相対問題っていうのはこれ変わります。
これがですね、非常に分かりにくいんですね。この線形計画法を勉強する中で。というか、混乱するんですよ。で、混乱するので、いちいち覚えようと思わないでください。最適化の専門家の人はですね、大体、そのうち、慣れてきます。専門の人は慣れてきます。これ見て、あ、これが、そうするじゃないですか。だんだん慣れてくるんですけども、そうじゃない人は、まあ、慣れることないですから、覚えようともしないでください。覚えるのは、無駄ですから、こういうものがあったら、これに対する装置問題がこれであるってことは、まあ、調べてもらえば、どっか出ていますから、で、ちゃんとそれ見てもらうと。だから重要なのは何かっていうと、この P が何であるか、P がどのように書かれているかによって装置問題が変わってくるんで、それを注意してください。それは注意してください。で、後で、その別の形で P を書いたときにどうなるかっていう話はします。ここまでは、まあ、定義しただけなので、注意とともにそれを、頭の中に覚えておいた、入れておいて、その例を見ていただきますけども、先ほどの例ですね、この P。先ほど書いてたのは、ミーマイズ。これなんか横に並べたかったんですけどね、C 点チェックス、サブジェクトトゥー、AX イコール B で、これイコールですね。イコール見えない。イコール B で X が0。これが P でした。で、それの装置と先ほど書いていたのは、前のページ見ればわかるんですけども、ちょっと前のページが戻れないんで、書くと、これ B 点値 Y で、サブジェクト、トゥー、A 点値 Y が C が、こういうことですね。こう書いてありました。で、それに従って、先ほどのだから何だったんだ、何だっていうと、この A と B と C が分かれば、これ書けるわけですね。この装置が何だか。装置問題は何だか書きます。で、それ今書いたのがここです。B は、この、等式制約の右辺ですね。だから、これ3、2ですね。だから、これ 3y1 プラス 2y1 がこの何式になります。ですか？で、あと A 点値 yc なんですけども、A は何だったかっていうと、ちょっとこう、左上に書くと、A は、この係数ですね。この線形等式の係数を表す行列ですから、これ111201ですね。ここですね。で、C は何かっていうと、これ001ですね。001。なので、それを使って、この3つの不等式が書けてると。点値を取ると、A 点値は、121011、こうですね。だから、12のに対応する、不等式と、10に対応する不等式と、11に対応する不等式が出てくると。で、右辺は001。これは C に対応すると。ところですね。こんな感じで装置作れます。これはその機械的に作れるわけです。もともとの P っていうのが何だか分かっていれば、そこからこの、まあ、B も書いておくと、B は3ですね。を使って快適に作れます。機械的に作れます。いいですか？この装置はいいですか？作れます？いいですか？これ割とですね、重要な技術で、ちゃんと線形計画問題からその装置作れるっていうのは重要な技術で、いいでしょうか。で、この P とその装置問題 D っていうのは、いろんな重要な性質をこの組として持ってるっていうのがあります。で、それがその装置理論とか装置性って話になっていて、それを、見ていくんですけども、その前に、まあ、この装置問題、今作ってますね。これ、また図示すると、これ2次元ですね。Y1、Y2 っていう2つ変数がありますから、2次元の問題として捉えられて、この3つの不等式は、を書いたのがこの図です。これは何かというと、Y1 が、まず Y1 が0以下。これ一番簡単ですが、それ Y1 が0以下っていうのは、この部分ですね。この部分ですね。今、この、Y2 軸っていうのが Y1 イコール0っていう、条件を表す直線ですから、その左側、その左側っていうのを、ちょっと、その左側、ここですね。その左側っていうのを、表すのが y1 が0以下っていう不等式です。で、あと2つですね。この円には、直線があって、これですね。この原点通ってるのが y1 プラス 2y2 イコール0のはずです。で、この不等式はその下側っていうのを表しているところですね。思います。
あとなんか浮いてる不等式があって、あ、直線があって、これは y1 プラス y2 イコール1ですね。という直線になります。で、それが1以下っていうのはその下側っていう領域を表しています。で、その3つのその領域ですね、まあ、半平面って言いますけども、その半平面が、共通部分っていうのはこの黄色の部分になってるわけです。で、その黄色のに対して、この赤いのがありますね。赤い矢印ですね。これは3、2というベクトル。これはその B ですね。先ほどの B というベクトルになります。で、この方向にできるだけ大きくないような黄色の中の点を見つけたいっていう問題が、この相対問題になるわけです。で、この場合はこの原点ですね。0、0っていう点が最適解になって、最適0になるということになります。いいでしょうか？ですか。それで、先ほど言ったその P と D の関係について話をしていきます。今、これ一般的に書いてあるものですね。で、ですね、D のことを相対問題と呼ぶので、元の問題のことを主問題と呼ぶことがあります。実は P っていうのはこの主問題の主題ですね。これプライマルなんですけどね。この P を表していると思ってください。で、一方で、相対の方がデュアル。だからこの D を取って D と呼んでると思ってください。さて、これで、この二つの問題にどういう、関係があるのかってことを言った定理の一つ目として、弱相対定理というのがあります。これですね。何かというと、X が P の境界、こっち側ですね、左側の境界で、Y が D の境界、右側ですね、の境界であるとき。境界っていうのは、この条件を満たすってことですね。条件を満たす。このときには、B 点値 Y と C 点値 X の間に必ず代償関係があります。B 点値 Y って何かっていうと、これは、これですね、相対問題の目的関数値です。で、C 点値 X って何かっていうと、これは、主問題の目的関数値です。だから、その目的関数を比べたら必ず代償関係があります。というものです。これが弱相対定理です。よろしいでしょうか。マッチングに対して、マッチング M と、例えば頂点被覆。2部グラフの時に頂点被覆って言いましたけど、頂点被覆 C があったら、M の要素数と C の要素数の間に必ず代償関係があるっていうふうに言ったのがありました。これ弱相対性と呼んでました。そこではそのマッチングと頂点起伏の弱相対性と呼んでました。の弱相対性と呼んでたんですけども、これ、見た目が全く同じなんですね。二つの問題があって、その二つの問題の目的関数値に代償関係があると言ってる形が、このマッチングと頂点比と同じです。二つの問題、マッチングと頂点比がありまして、その時の目的関数一致、つまり要素数の間に代償関係があります。言ってるわけです。だから、まあ、こういうような不等式のことを弱相対性というふうに、まあ、一般的に呼ぶわけですね。一般的に呼びます。一般的に呼びます。だから、まあ、そのマッチングと頂点比の時に言っていたことが、同じようなことが、その線形計画法でも言えるということですね。で、その時に考えるのが、マッチング頂点比じゃなくて、この主問題、相対問題になるということになります。それで、今からこの、弱相対定理、これはですね、割と簡単に証明できるので、証明していきます。これはですね、この X が P の境界だから、X はここに書かれた制約条件ですね。これを満たすわけですね。で、Y は D の境界だから、この D の制約条件を満たすわけです。で、この条件を見ることによって、この不等式、導いていきます。それがここである証明ですね。じゃあ、まずその X が P の境界ですから、先ほど言っていた等式条件と比布条件をこれ満たすわけです。これ今、1と2と書きましょう。ですか。で、Y の方は D の許容解ですから、この D の制約条件、これ満たすわけです。今3書きましょう。あとは、変形していきます。何を変形するかっていうと、この B 点値 Y を変形していって、これが最終的に、C 点値 X 以下になるってことを示すのが、これが目標です。
この B 点違いをうまく変形していくってことをやっていきます。で、まずは1番の式から、これですね。から、この B は AX です。いいですか？これ、置き換えただけですね。で、次、これ AX の点値なので、これは X 点値、A 点値に置き換えられます。これいいですか？一般にの記号が来ます。一般に、行列 XY に対して、XY のっていう行列の積の点値は、Y 点値、X 点値になります。いいですか？だからそれを使ってます。ここでは、上の場合は、何かというと、AX を AY をベクトル X としたということです。いいですか？こういう、行列の点値に関する公式があったので、それを使いました。はい。で、括弧の付け方を変えます。こうしますね。今、X 点値、A 点値の方に括弧があったのを、A 点値 Y の方に括弧付けました。そうすると、A 点値 Y っていうのが、ここにその3番のシーンが出てきたわけですね。A 点値 Y。だからなんか使えそうだと。ただし、ここにあるのはこの不等号なので、先ほどのこの1番を使った時のように、この等号で変形するわけにはいかないわけですね。だから不等号なんです。この不等号を持ってこうとすると、ちょっといろいろと、気にすることがあります。一応書いてますけども、その時に何を気にするかっていうと、この前の方についている X っていうのが2番の式から0以上であるということが重要です。で、そうすると、この X ってベクトルは、成分、どの成分もこれ0以上なわけです。ですか？で、A 点値 Y っていうのは、どの成分も C 以下です。ですか？で、そうしたら、この A 点値 Y を C に置き換えたら、X のどの成分も0以上だから、この不等式が得られます。ですか？これ X の成分が0以上じゃなかったら、この不等式得られないかもしれません。いいですか？じゃあその不等号の場合は、いいですよね。値が正であるか負であるかによって、この不等号の向きが変わる場合があるので、そういうことが起きないっていうのが、この2番の式で保証されているわけです。いいですか？だからそこは注意してください。だから A 点値 Y を C に置き換えたら、不等号が得られるっていうような、この3番の式を見ると思うんだけども、それが保証されるのは、X が全部0以上だから。ということですね。それで X 点値 C が得られます。でしょうか。で、そうすると、X はベクトル、C はベクトルなので、X 点値 C っていうのは、これスカラーです。スカラーってどういう意味かっていうと、この R の要素ですね。実数です。実数ですから、これは X 点値 C を、として今計算してるんだけども、計算を C 点値 X としてもこれ変わりません。スカラーですから。つまり、結論ですね。B 点値 Y は C 点値 X 以下であるという欲しかった結論が得られました。ということなので証明おしまいです。よろしいでしょうか？これ式変形してるだけなんですけども、割と重要なことなので、一応お見せしました。いいですか？いいですか？で、これが弱相対定理ですね。で、この弱相対定理から分かることがあります。何かというと、これですね。X スターが、P の境界、Y スターが D の境界。これ先ほどの弱相対定理の、過程と同じです。で、なおかつ、その2つの目的関数値が一致すると仮定しましょう。これ仮定ですね。で、その仮定があったら、実はこの X スターは P の最適解であって、Y スターは D の最適解です。ということが得られます。これ弱相対定理からわかります。ですね、そのマッチングと頂点比較の時も、ちょっと戻りますけど、そうですね、このマッチングと頂点比較の時も、この要素数が同じものが見つかったら、その時に、マッチングの方は最大マッチングであり、C の方は最小頂点比較になるって話したと思うんですよ。
それはその弱相追定理が得られるってことを言ったと思うんですね。で、それと同じことが、この線形計画法でも言えるわけです。何かというと、許容解を持ってきて、目的関数値が一致するんだったら、実はそれは最適解ですよ、ということです。これ、その、先ほどの弱相追定理からわかるので、これ今からまた証明していきます。いいですか？だから、その弱相追定理を使うためには、その、まず、まあ、上の二つの、仮定が弱相追定理の時の仮定なので、この二つから弱相追定理が出てきます。で、それに加えて、この等式が今から証明するところの仮定として使えるわけですね。で、それをやっていきます。だから、今、その、X スターと Y スターが仮定を呼び出すとします。この三つですね。とすると、どうなるかっていうと、任意の許容解 X 考えます。なんでかというと、今ですね、X スターが最適解であるってことを証明したいので、最適解であることの定義をもう一度見直してみる必要がありますね。それ今、下に書いてあります。そうすると、これですね、P の許容解 X スターが最適解であるとは、この不等式を任意の許容解に対して満たすことを、として、それが定義されているわけですね。だから、何かというと、任意の許容解 X 考えて、X スターと X の目的関数値を比べることができれば、良いということになります。それができれば、X スター最適解であるということは言えます。それをやっていきましょう。そうすると、じゃあこの左辺である C 点値 X スターを持ってきますね。さあ、これが、C 点値 X 以下になるということを示すのが、これが目標です。で、その目標に向かって証明していくんですけども、まず、この仮定から、これは B 点値 Y スターと等しいです。そうすると、先ほどの弱相中定理があったので、この B 点値 Y スターっていうのは必ず C 点値 X 以下になります。X 境界ですから、X 境界で Y スターの境界ですから、弱相中定理によって、B 点値 Y スターは C 点値 X 以下になります。そうすると、証明したかった C 点値 X スターが C 点値 X 以下であるという式ですね。この定義の式。証明できました。ということになります。つまり、X スターは P の最適解です。ということが結論として言えます。いいですか？同じことを Y スターにやります。同じことって何でしょうと。Y スターっていうその D の境界が最適解であることの定義はしてないんですけども、それは同じように考えると、その任意の許容解 Y に対して目的関数値が Y スターの方が Y 以上であると言います。D という問題は最大化したいので大きくなる Y スターの方が。っていうのがその最適解の定義になります。ので、この式を満たすようになるってことを証明すればいいわけです。つまり、任意の場合取ってきます。許容解ですね。D の許容解取ってきます。で、そうすると何が言えるかというと、目標はこの式ですね。この下の式を証明、導くことなんですけども、また仮定から B 点値 Y スターというのは C 点値 X スターと等しいです。これですね。でそうすると、弱相中定理から、これは B 点値 Y 以上だということがわかります。ですね。X スターも Y も許容解だから。ということで目的を導けました。という形になって、つまり Y スターは D の最適解ですという結論が得られるということになります。よろしいでしょうか？いいですか？だから、X スター、Y スターが互いに B と D の許容解であって、目的関数値が一致すれば、その時点で最適解ですということが言えると。この原理は非常に重要ですね。うん、これはマッチングの時でも使ったような原理で、これ重要です。で、今は、許容解であって、値が一致すれば最適解ですっていうふうに言ったんですけども、この逆に成り立つっていうのが、いわゆる競争追定理です。で、それは証明しないんですけども、まあ、形だけご紹介します。X スターが P の最適解で Y スターが D の最適解であるときに必ずその目的関数値一致します。というのが競争追定理です。で、この競争追定理っていうのは、そのマッチングと焦点比較のとき。の時には、最大最小定理
という形で言ったんですけども、まあ、この教祖追定義っていうのは、まあ、この最大最小定義と同じようなものだというふうに思ってほしいんですね。ただしですね、選挙計画法においてはですね、ちょっと困ったことがあって何かというと、最適解ならば、値が一致するっていうふうに言ったんですね。最大最小定義の場合は、値が一致するものが必ず存在するっていうふうに言ったんですよ。で、何がちょっと違うかっていうと、線形計画問題っていうのは適当に、この A とか C とか B っていうのを作ると、この問題においてですね、最適解が存在しない場合があります。だから、必ずその、イコールになるような、解、許容解が存在しますっていうようなことは言えないです。ちょっとそこがややこしいんですけども。だから、最適解があるんだったら、その場合の値が一致しますってことしか言えないんですね。だから、これがちょっとですね、いわゆる組み合わせ最適化と、連続最適化においてですね、この最適化問題の扱いが、ちょっと違うことになる一つのポイントなんですけども、まあ、そういう、まあ、細かいところを除けば、言いたいことは、最大最小定義の場合と同じだというふうに思ってください。はい。で、これは証明が省略します。だから、気分としては逆相対定理の逆が成り立つと思ってください。で、これは証明しないですね。この証明は割と大変です。それはですね、マッチングの条件比較とか、マッチングの場合にも逆相対定理の証明は割とすぐできるんだけども、その最大最小定理の方の証明は難しいっていうのと、まあ、似てまして、この競争値定理を証明するのは割とその線形計画法とか推理最適化の授業のハイライトになりますね。難しいというか。はい。となります。はい。で、じゃあちょっとまた休憩して、今、相対性の話をしたので、もう一つ重要な定理である相補性の話を、じゃあこの休憩の後にしたいと思います。じゃあ2分間休憩します。はい。では、休憩は終わりにします。ちょっと今思い出したんで、ですね、不得なんですけども、この補足じゃなくて、この補足なんですけども、なんだろうな、先ほどちょっとその組み合わせ最適化と連続最適化の違いとかっていうようなことを言ったんですけども、皆さんはですね、なんか線形計画法とかそういうものは、連続最適化のものだというふうに、思っているか、連続最適化だと思っていらっしゃるかもしれないんですけども、実際上ですね、我々その最適化とかを行うときに、これは連続最適化であって、これは離散最適化とかっていうようなその区別はですね、してないんですね。
て、まあ私個人の意見ですけども、そんなですね、何が連続最適化で何が離散最適化とかっていうふうに言ってるような分類はほぼ無意味です。だから皆さんもですね、無意味なですね、分類にあんまり振り回されないでほしいと思うんですよ。例えばなんかこれは文系、これは理系とかですね。まあどうでもいい分類ですよね。そもそも世界は一続きなんですから、そういうふうにその分類することにほぼ意味がないんですよ。まあ分類することによっていろんな見通しが立ちやすくなるということはあるんだけども、本来は一続きのものなんだから、何がこれであって、それはそれではないとかですね、そういうその分類にあまり振り回されてほしくないとは思うんですよね。だから実際我々この最適化っていうものを研究するにあたって、何が離散最適化で何が連続最適化であるとかっていうふうに分けてると、そもそも研究できないです。いわゆるこの線形計画法の話今してるんですけども、これはその離散最適化で、こういうのを使うからやってるわけですね。だからそういう意味では、この離散最適化において連続最適化っていうのは非常に重要なツールになってるわけです。で、一方で、その連続最適化の研究はですね、の中でも離散最適化が現れたりすることがあるわけです。で、これは連続最適化であって、これは離散最適化とかっていうのを分けてると、そういう発想がですね、できなくなります。で、それがそうできなくなると、途端にですね、いろんなことが不可能になります。不可能になるのは何でかっていうと、私は連続最適化をやってるから、離散最適化はやりませんとかっていうふうな立場でいると、そういう発想できませんから、もうその発想できないんですね。もうほぼ研究できませんと言ってるのと同じなんですよね。で、だから皆さんの分野があって、自分がやってる分野は最適化ではないなとかって思ってると、もうその時点で、もう話おしまいです。だからどちらかというと、そういうその区別をですね、あんまり考えずに、使えるものは何でも使おうとかっていうふうに思っていた方が健全だと思います。で、そういうところからイノベーションとか、その新しい発想っていうのは生まれると思うんですよね。だからぜひそういうふうに考えていただきたいなというふうに思います。無意味な分類に振り回されないようにしてくださいということです。で、その話戻るんですけども、その相互性定理ってもう一つ重要な線形計画問題に、線形計画法における定理があるので、それをやっていきます。でですね、また出てくるのはこの標準形の線形計画問題とその相対問題です。でですね、相互性問題って何かっていう、相互性定理って何かっていうと、こういう定理です。で、これは、X スターが P の最適解であり、なおかつ Y スターが P の、D の最適解である。ということに対する必要十分条件を与える定理です。必要十分条件ですね。これは非常に強い定理です。強いというのは、これの使い道は非常に多いという定理です。で、この使い道をですね、感じるには、割とこの線形計画法とかですね、いろんな最適化の深くを知る必要があったりしますね。つまりそのソルバーだけ使ってる立場だとですね、これがなんでいい定理なのかというのがだんだんわかんないですよね。そのソルバー使ってる限りはですね、この定理全然、見えませんから。なんですけども、そのアルゴリズムを作ったりとかですね、問題の性質を解析するときには非常に重要な定理です。で、この定理は何を言ってるかってことを言うと、その最適解であるための必要十分条件は、ここに書いてある3つの条件を満たすことですと言ってます。で、1つ目。これ何かというと、これは X スターがこの主問題の許容解でありますよってことを言ってるだけです。それも主許容性と言ったりするかもしれません。で、2つ目の条件は、これは Y スターというのがこの D の条件、制約を満たしますよと言ってるだけですね。だからこれは Y スターが D の許容解であるということを言ってるに過ぎない条件です。だからこの2つっていうのは実は、その最適解である、最適解は必ず許容解である必要がありますから、その最適解であるっていう条件が、ある意味、すぐに導かれます。だから本質的な条件はこの3つ目です。で、これ相互性と言われている条件で、で、これはちょっと読みにくいので、ちゃんと読んでみると、X スターというベクトルと、C-A 点値 Y スターっていうベクトルを見ます。で、そのベクトルの内積が0ですと言ってます。書きますね。これは、X スターと C-A 点値 Y スターの内積が0ですと言ってます。だからこの0はこれスカラーですね。スカラーの0ですね。ちょっとこれがややこしいんですけども、この上の0、これはベクトルなんですね。これベクトル。0ベクトルなんですけども、この下の相互性の0、これはスカラーですね。
だから0って同じ記号を使ってるんだけども、これは違う意味を持ってると思ってもらう必要がありまして、下の方がスカラーです。内積ですかね。スカラーです。で、何がもう一個重要かっていうと、この X スターっていうのは、この主許容性の条件から、これ、ベクトルとして、これ必ず0以上です。ベクトルとしてね。必ず0以上です。で、次のこの C-A 点地 Y スターっていうのは、これはこの相対の許容性を見てもらうと、この式から、これも必ずベクトルとして、これ0以上なんですね。ですか。だからその0以上のベクトルを内積取ったら、それ必ず0になるって、そういう形になってるわけですね。まあそういう式です。で、これを相補性と呼んでます。相補性ってコンプリメンタリティスラックネスとかって言うんですけども、なんで相補性で訳したのかな。あ、でも相補性自体はコンプリメンタリティかな。相補性自体、ちょっと色変えないとちょっと見にくいんで色変えますけども、相補性自体は多分コンプリメンタリティというかな。これ自身コンプリメンタリティスラックスですね。これコンプリメンタリティスラックスですか、ちょっと。書けないかな、コンプリメンタリティスラックスと。英語で言ったりします。そう、スラック読めないですね。スラックネスです。読めないから書き直しますね。そう、なんかね、なんか、無駄話してると終わんないから、無駄話に読み出してて、これスラックのコンプリメンタリティスラックネスです。はい。で、これは今から、証明していくんですけど、証明の中で先ほど証明しなかった競争値定理を使います。ので、ですね、まあ、その使う部分があるんですけども、ですね。あ、とりあえずじゃあ何を証明したいかとか、何が証拠定理であるかっていうことの理解はいいですか？これは証拠定理です。で、これがなんで重要なのかっていうことは後々分かってきます。はい。で、だからこれ今これそのままですね、証明したこと。これは、両方向の矢印なので、両向き別々に証明するわけです。で、まず左から右やります。最適解だと仮定します。で、最適解は許容解だと先ほど言った通りなので、この二つ上のですね、主許容性と相対許容性が成り立つことはすぐにわかります。あとはこの相互性を満たすってことを証明すればいいわけです。で、そのために競争値定理を使います。ではここですね。いいでしょうか。じゃ証明するんですけども、これ競争値定理ですね。何を言ったかというと、最適解だったらこの等式に成り立ちますってことを言ってたのが競争値定理でした。だから、この仮定は同じなんですね。それを見ていきます。で、相互性を証明するために、この左辺ですね。左辺を持ってきます。そうすると、これは、まあ、普通の行列の計算をすると、C-A 点値 Y スターに対して、X スター点値を分配すると、こうなりますね。X スター点値 C-X スター点値 A 点値 Y スターになります。で、この X スター点値 Y 点値のところに対して、その点値の公式を使うと、ここが AX スターの点値になるということになります。いいですね。これさっき今使った点値の公式ですね。で、そうすると、主許容性を見てあげると、AX 点値と B は等しいと書いてますから、AX スターと B は等しいと書いてますから、AX スターを B で置き換えます。これ主許容性です。そうすると、C 点値 X スターと B 点値 Y スターができますから、その2つは等しいと言っているのは競争値定理ですね。だからこれ0になります。結論得られました。よろしいでしょうか。ただ、まあ、競争値定理認めれば、これはただ式変形してるだけという感じになりますね。いいでしょうか。じゃあ逆向き、どうかというと、じゃあ逆向きは、逆相対定理の K を使いましょう。何かというと、許容解だったら、許容解で等式を満たせば最適解ですとですね。で、今からやりたいのは、許容解であり相補性を満たせば最適解です。だから今、仮定するのは、主許容性、相対許容性と相補性です。これを仮定します。で、そうすると、何が言えるのかというと、
あ、そうか。何を言うかというと、この時に、この C 点値 X スターと B 点値 Y スターが等しいということを言います。で、そうすると、結論として、X スターと Y スターが最適解であるという惜しい結論が得られるわけです。弱相対程度経過だ。はい。で、それをやっていきます。で、そうすると、この C 点値 X スターを計算してるわけです。で、これはスカラーですから、X スター点値 C と等しいです。そうすると、この相互性を見ると、この相互性の式を先ほどと同じように、こうバラバラにすると、これは、X スター点値 C イコール、X スター点値 A 点値 Y スターなんですね。となりますから、それを使って書き換えてあげます。ですね。このままです。で、そうすると、先ほどやったのと同じように、この点値の部分に対して公式を使うと、こう書き換えられるわけです。よろしいですか？で、そうすると、この X スター、X スターっていうのは、主許容性から B に等しいですから、ここ書き換えられます。つまり C 点値 X スターは B 点値 Y スターと等しいということが結論として得られます。つまり弱相対程度の K の仮定が正しいということが分かりました。正しいので結論が正しいと言えます。つまり X スターは P の最適解で Y スターは D の最適解だという欲しかった結論が得られるという形になります。よろしいですか？一つ重要なのは何かっていうと、この相補性定理の右から左っていう向きは、今日相対定理使ってませんから、この向きについては、今日我々は完全に証明します。いいですか？左から右は今日相対定理を使ってるって、今日相対定理は証明省略してますから、まあ、その省略している部分があって、まあ、完全に今日証明したとは言えないということになってますね。ここまでいいでしょうか？で、この相対、相互性定理が今後、そのマッチングの文脈において重要になってきます。なんで重要かっていうと、じゃあなんで相互性定理が重要かっていうと、今ですね、なんかこう最適化したいっていう目標を我々持ってるわけです。だからこの左側の目標があるわけですね。最適化を見つけたい。で、最適化をするのは実は割と大変なんだけども、その時にこの相互性定理を使うと、最適化したいという目標は右側の式を満たす X スターと Y スターを見つけるんだっていうものになるわけですね。そうすると何が重要かっていうと、右側の式には何かを一番大きくするとか一番小さくするっていうような条件は全く書かれてないわけです。あるこう3つの式があって、その3つの式を満たすような X スターと Y スターを見つけたいって言ったら、その条件を書いてるだけなんですね。その大きくしたりとか小さくしたりという雰囲気は全くありません。相補性には。相補性定理の右側には。条件の方には。だから本来は、その最適解を見つけたい、小さくしたい、大きくしたいという願望があったのに、それはただ単にある式を満たすような X スターと Y スターを見つけなさいっていう単純な問題に変わるわけです。単純かどうかわかんないですけど、ね、本当は。見た目が単純な問題に変わるわけです。で、それによっていろんな話が単純化されてきます。これがその後々その最小費用完全マッチング問題を解くときに生きてきます。生きてきます。はい。で、そうか、これはやらないといけないです。ですね、この相互性定理っていうのは、このなんか相互性っていう、このちょっと見た目がよくわかんないような条件があるんですけども、実は、この3つの条件を見直すと、ここに書いてあるようなことが言えます。で、これ何なのかというと、今ここに書いてありますね。この相互性の左側の式、X スター点値 C マイナス A 点値 Y スター。これを書き換えます。これ内積ですから、つまり、すべての成分に関する和なんですけども、このすべての成分っていうのは XI スターと C マイナス A 点値 Y スターの大矮成分の積の和です。ですか？というふうに、この左辺を書けるわけです。で、これイコール0だって言ってるんですね。相補性は。イコール0と言ってます。で、先ほど、前々言ったんですけども、この XI スターは、これ必ず0以上です。それは、X スターが0以上だからですね。この主許容性から言えます。で、同じように、この C マイナス A 点値 Y スターの大矮成分、これも0以上です。これは相対許容性から言えます。そうすると、
0以上のものと0以上のものをかけて、和を取ってたんですね。で、これが0になるためにはどうなってないといけないかっていうと、すべてのこの一個一個の項が0である必要があります。任意の、なのでの後、なのでの後に続くのは何かっていうと、任意の i に対して、xi スター c マイナス a 点値 y スター i。これが0である必要があります。一個一個の項が。だから、この上のこの相補性定式、あるいはこの書き換えでは、和が0でなくてはいけないというふうに言ってるんだけども、これ実際は一個一個の項が0だなっていうことに書き換えられるわけです。ですか？で、そうすると何がわかるかっていうと、これ掛け算をして、2つのものを掛け算して0って言ってるんだから、この2つのもののどちらかは必ず0である必要があります。いいですよね。ってことは、例えば、xi スターが0より大きかったら、その後ろにある部分っていうのは、これ必ず0である必要があります。それを書いたのがここですね。xi スターが0よりも大きかったら、後ろの部分が0になるので、a 点値 y スターの大 i 成分は ci と等しくなくちゃいけません。で同様に、後ろの部分が0じゃなかったら、つまり a 点値 y スターの大 i 成分が ci 未満だったら、xi スターは0である必要があります。ということが、この相補性定理の条件からわかります。ですか。で、この書き換えは今後使う可能性があります。まあ、使います。使いますので、ちょっとここで紹介しておきました。この論理いいですか？これ割とわかりにくいんですけど。いいでしょうか？いいですか？なんかこの各項が、ゼロです。各項がゼロであって、あるので、その一方がゼロじゃなかったら、もう片方必ずゼロじゃないといけないってことになります。これ後で使うので、またじゃあ使うときにもう一度言います。はい。後っていうのは、今後の行為で使います。はい。で、ここまでで相互性定理の話はおしまいで、今までですね、この相対定理っていうのと、相補性定理って二つ重要な定理があるんだっていうふうに言ったんですけども、これは標準形の線形計画問題に対する話でした。でですね、今後その標準形じゃない線形計画問題も出てくるので、その話をちょっとします。で、流れは先ほどと全く変わらないんですけども、定理の見た目が変わるので、変わっている部分だけを説明します。ですね、こういう線形計画問題を考えましょう。先ほどは、で、これは今 P じゃなくて P プライムにしてます。見た目が。見た目が違うので、P プライムにしています。で、何かというと、先ほどは、この線形制約しかなかったんですけども、もう一つ、この不等式の形の制約もあるものというふうにします。で、他の部分は変わらないです。ミニマイズ、線形関数、最小化するっていうのは変わりませんし、すべての変数に0以上っていうのは作ってのは変わりません。で、これ M1 っていうのは、ここに、ごめんなさい。A1 っていう行列は、M1×N 行列。だから、M1 個の等式をまとめたものだと思ってください。M1 個の等式がここに隠れていると思ってください。で、A2 の方は、これは M2×N 行列です。だから、この A2X が B2 以上っていうのは、M2 個の不等式がここに隠れていると思ってください。そういうひとまとめにして、こう書いてると思ってください。で、こういう風になっていたら、その相対問題というのはどのように定義されるかというと、この2種類の、制約に対応して、2種類の変数が出てきます。先ほどは、等式しかなかったので、1種類の、相対変数しかなかったんですけども、相対の変数しかなかったんですけども、2種類の制約があったら2種類。それも、その M1 個の等式に対応する M1 次元の y1 という解と m2 個の不等式に対応する m2 次元の解というのがある。で、それを、混ぜて、こういうような相対問題が作られるというふうに思ってください。ですか。で、そうすると、ややこしいのは何かっていうと、この y2 っていう不等式に対応する変数には、
この送信問題において、皮膚制約がついてきます。これはちょっとややこしいんですけど、まあ、こうすると、先ほどのその送信定理や、相互性定理っていうのが、同じような感じで書けるってことが言えるんですね。言えるんですね。うん。で、まあ、この時にこの D プライムっていう相互性定理を、まあ、定義します。あ、これはこういうものだと思ってください。でそうすると、先ほどの弱相対定理、強相対定理、相互性定理っていうのが、まあ、同じような感じで書けます。で、まあ、書いたものを一応見てみます。弱相対定理はこれですね。X が P の境界で、Y1、Y2 が D の境界だったら、その目的関数値の間に代償関係があります。証明は先ほどの、標準形の場合とほぼ同じです。ただ、使っている制約が違うので、その式変形がちょっと変わってきます。次のページに式変形書いてあるので、後で皆さん見ておいてください。やってることは変わらないです。これですね。変わらないというか同じような感じです。で、弱相対定理の K も言えます。何かというと、X スターが P プライムの境界で、Y1 スター、Y2 スターが D プライムの境界であって、目的関数値が一致するんだったら、それらは最適解です。という形ですね。これ先ほどの弱相対定理の K。標準形の場合の証明と同じように証明できます。これも。はい。で、競争ついて、もこの形で成り立ちます。何かというと、最適解だったら目的関数値一致します。ということですね。だからまあ、これは成り立つように相対問題作ってるというふうにまあ言ってもらってもいいんですけども、あ、そうです。まあそういうふうになってます。そういう仕組みにはなってます。はい。で最後、相互性定理なんですけども、相互性定理はちょっと見方が、見え方が変わってきます。この、変数がちょっと増えているので、その考えるべきこの式がちょっと増えているように見えます。なんでかというと、この、もともとのですね、相互性定理では、この変数の中で X というものだけに対して0以上ですよっていう条件についてなんですけども、この相対問題を考えると Y2 にも0以上ですよっていう皮膚制約がついています。ので、その Y2 に対応するような相互性の等式っていうのが出てきます。でそれがこの一番下にある等式ですね。それ以外は、今までの話と全部、標準形の時の話と、式の形は変わんないんですけども、この Y2 が0以上であるというものが出てきているので、それに対応するこの等式っていうのも追加されているっていうのが、ちょっとここの相互性定理のところでは、追加して考えなくてはいけないんですけども、内容そのものは、その主許容性と相対性、相対許容性、そして皮膚制約に対応する相互性っていう等式が出てくるということになります。これはですね、まあ、今後使うんですけども、まあ、使うときにもう一度見ますので、その時に、まあ、もう一度思い出す形で見てもらえばいいですし、話の流れですね。その弱相対定理と、その K、強相対定理があって、それを使って相互性定理が証明できるという流れは、この標準形ではない線形計画問題に対しても同じ流れで進みますので、まあ、そういうもんだと思って、自分で確認したい人は、これ、その形で証明可能ですし、まあ、あんまり証明に興味がない人は、まあ、こういうものが、同じように成り立つんだっていうふうに理解しておいてください。これで今日の話は大体おしまい。